ありがとうございますありがとうございますえっと矢野と申します本日はよろしくお願いいたします先ほどのアイスブレイクで話させていただいた方が高校生ということで,ですね本当に今日はいろんな方々が来ていただいているのかなと思いますじゃ今日あの僕がですねあの話させていただきたいこと、えー、これからの街の在り方についてまあ、ちょっと考えているんですねそんなアイデアをちょっとシェアさせてください。 まず自己紹介、えー、これちょっと僕なんですね、あのオランダに小さい頃、6年間ぐらい住んでて、まあ、こんな金髪のすごい美男美女の中に、まあ、アジア系1人いると、でなかなかこう溶け込むのに苦労した思い出があったんですね。で <laughs> でそれ以外にも僕は高校がアメリカで大学はカナダでイギリスで働いてたりとかしました日本に戻ってきたりもしてなかなかコミュニティに溶け込めない引っ越しをするたびにその町に溶け込めないっていうことが僕のちょっと苦労でしたね。 で、その高校生の時に、まあ、そのアメリカでなかなか街に溶け込めない時に出会ったこの街並みの美学っていう、まあ、少し小難しい本で僕は全然わかんなかったんですけど、この1ページだけ止まりまして、えー、ピアッツァっていう、えー イタリアにはピアッツァという都市の中に広場があってその中でさまざまな人が交流して、えー、コミュニティを作っているこんな空間があるということがあ,あったんですね。でこれから都市化がグローバルでどんどん増えていく中でこういった、えー、都市空間が必要なんじゃないかと思ったわけです。でそれで志してですねあの土木工学と都市設計をこう真面目に 勉強してたんですね成績も良かったですででもですねゼ、えー、ネコンとかデベロッパーに是非、えー、就職してまちづくりに、えー、携わりたいと思ったんですけれども結果どうだったかっていうと全部落ちたんですね <laughs> 誰も僕を雇ってくれないんですよこんなにね思いもあるのに誰も雇ってくれないでまあじゃあ実際にまちづくりができないならそれに紐づく、まあ、大きなやっぱりお金が動くのでじゃあファイナンスの領域で働いていましたでそこから何年か過ぎて、えー 家族もできて、それで子供の二人目が生まれた時にですね、あの、ちょっとした事故に遭ったんですね。これは私の二人目の息子なんですけど、1ヶ月後に小さな事故に遭いました。まあちょっとこの写真を見るとね、あの、僕もちょっと思いとどまるところがあるんですけれども、もう歩けないかもしれないと言われたんですね。 でも大丈夫です。彼も今元気にこう歩いているので、これは,これ,はこれで良かったんですけれども、その時に感じたものが、やはりこうだ私たちもあの引っ越してきたばかりだったので、なかなかこう誰にも知り合いもいないし、頼る人もいないし、孤独を感じて過ごしてましたと。でそのある日、えー中、同じマンション駐輪所であの、最近なんか知らない、あの名前も知らない方だったんですけれども、最近なんかこう元気ないですね。大丈夫ですかって言われたんですね。 大丈夫ですか、何の解決もないんですけれどもその一言に僕はすごく心を救われましたこれだけ IT が発達しているのになぜ僕は近くの人近くの情報っていうのをこれだけ知らなかったんだろうっていうことに気づいてったんですね でえ人生には、まあ、人の助け特に近くの人の助けが必要になるタイミングっていうのは必ず訪れますそれは子育てだったり、まあ、あの介護だったり看護だったり、まあ、いろんなで,であの有事の際もそうですね人の助けっていうのは必ず必要になってくるで,でそれに対してじゃあつながりってすごく大事だよねっていろいろ調べたら、まあ、いろんな文献に出てくるわけですでまあこれが一つなんですけれどもえ長生きする要因としてえ タバコを吸うとかあのお酒を飲むとか運動をするよりもつながりがたくさんあった方が長生きするっていうような研究がこれあります。でまたつながりってすごく大事なんだじゃあでもあの今って日本の中でご近所付き合いとかそういったものってあるのかなと。でこれは内閣府の調べで、えー、地域の中で助け合える人の数っていうアンケートがあったんですね。でこれが4人以下って答えたのが94%。 ほぼほぼ皆無なんです。ほぼほぼ、まあ、地域のつながりってないですね。 で確かに私の感覚でもそんな感じだと思いますそれに対するまたアンケートが出ていてこれは厚生労働省が出してたものなんですけれどもご近所付き合いが盛んであってほしいかとかご近所付き合いの理想論みたいのを取ったアンケートがあったんですねでこれ驚いたことにご近所付き合いが盛んであってほしいって答えたのが80%をほとんど超えてるわけですで意外だったのが20代から60代まで全ての年齢層で こういったことを求めてるとこれちょっと意外でしたね。じゃあ、えー、つながりってすごく大事だけれども今はない。でも実は皆さん欲しいと思っている。えこの現実をやっぱり打開していかなくてはいけないなと思ったんです。でその時に、えー、まあ以前、えー、僕が15の頃に読んだこの本をやっぱ思い出してですね、街にはこういったあのー、広場が必要だろうと。で、えー、町の中でも、えー、広場広場でも。えー あれですね、そこに人が集まって情報があふれるそんな広場が必要だとで僕も当時サラリーマンだったので自分で広場を作るっていうことはなかなか難しかったとなのでじゃあオンラインで作ってみましょうということで始めてみましたで事、えー、業としてはこういうあの地域 SNS みたいなフェイスブックのローカル版みたいなのをやっていて近所の方々がいろいろやり取りをしてます例えば、えー、子供の熱が度 39.5分あってどっかいい病院ありませんかってあの投稿すると4分後には、えー、もういろんな方々からあの4人のママからあの具体的なアドバイスがあったりだとかあとそれ以外にもこういう近所のリユースですね避難人形とかそういった家具とかあのパンパースとかですねそういうのもありますでこういった行政の方々もこのサービスを使っているとでまあとはいえこのアプリを使ってたんですけれどもなかなかこう これでいいのかなっていうところがあってですね、これ以上なかなか活性化してなかったんですね。それに対してやはりリアルなことが大事だろうということで、実際に中央区で子育て支援施設みたいなのを運営しております。で、そうしていく中で、実はリアルとデジタルの相関が少しずつ見えてきたんですね。それがあるサンプルを撮ってみたんですけれども、 オンラインでイベントを知って、イベントを参加した人の、えー、翌月の、えー、ログイン日数っていうのは、前月のログイン日数に対して3倍も上がっているってことだ そうするとじゃあ3倍もそのいろログインしてるってことは3倍もいろんな情報が集められたりとか人とつながったりだとかまた新しいイベントの情報を知ったりだとかそうすることでまたリアルでつながっていくこのスパイラルができることに気づいたんですねでコミュニティっていうのはオンラインだけでもなくリアルだけでもなく両方で作っていくものだと、まあ、こういうことをあの分かってきたとで実際に今ここの中央区3 4 0代の今3割が使っているあのこういった新しいご近所の,あのコミュニティの在り方です でもこれでもあのまだ課題があったんですね。これを進めていく中でじゃあコミュニティできましたと。じゃあもう一つ課題はじゃあコミュニティってもうバズワードで何がいいんだか悪いんだか分かんないんです。でそれをなんとか可視化していかなくてはいけない。でそれはそのユ,ーザーユーザー数なのか PV 数なのかえ投稿数なのか、まあ、これも違うなと。こういったつながりっていうのをちゃんと見える化していかなくてはいけない。 でこれをコミュニティを評価できないっていうことはすごく課題で評価できないイコールその上にビジネスが乗らないんですねでビジネスが乗らないイコール市場もないわけですこれだけコミュニティとかつながりが大事だというこの世の中にあのちゃんと評価しないとこうやってマーケットすらないこれはやっぱり解決しなくてはいけない でそれで行き着いた私の今の社会実験としてやっているのが町のあのユーザーさんのつながりの数というのをこう拾っていってコミュニティバリューという独自の指標を作って街のコミュニティがどれだけ活性化しているかということを、まあ、数値化、可視化しようとしていますで。概念としては個人のソーシャルキャピタル、まあ、これは厚生労働省で出されているものなんですけれども3つの項目があります。 貢献,参加貢献ネットワークですねでそれを個人のユーザーさんのアクションでですねそれを紐づいてモデルに組み込んで一人ずつのコミュニティバリューができてその一人ずつのコミュニティバリューを集積していったものが町のコミュニティバリューとなっていくこれは思想としては町は人で成り立っているっていう思想を数式に落としてます。 で、結果こんな感じでですね、あの、街ごとにこうグラフ化されて盛り上がっているところもあれば、開いたいところもあったりだとか、というう,こう見える化ができています。まるで株価で僕たち通常会社を評価をしていますけれども、そのような形で一つの物差しとしてですね、あのこれが正しいとかでは一つの物差しとしてあのコミュニティを図っていくことを今チャレンジしていますと。 でこれが、えー、このサービスはあの日本橋でも7月に始めたのでこういった形であのどん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 コミュニティがこの中でも作られていて現在1人当たりのユーザー33のつながりを、えー、この中では持っているいうような数字こんな,こんなあの数字が出てきますと。で じゃあなかなかこう概念的に話しても分かりにくいので一人の例、ここ、川さんという人ですね、あのまあ、ビジネスマンで4歳の子供がいますと、で大体30代で引っ越して、あの子供ができたタイミングでここら辺に引っ越してきたという方のコミュニティバリューがこれですと、上がってきてますねと、じゃあ、これをフェーズごとにブレイクダウンしていったらどうだったかとで、まず最初、アプリに入ったときはこう、まずオンラインでこう参加するんですね、いいねしたり、コメントしたり。で その後、えー、オンラインでこう貢献していくんですね、えー。自分のこの情報をシェアしたり、というのをこう、数字で表れてきます。で、そのうち、次が、えー、リアルな、えー、イベントに誰かが主催しても参加していきます。これは、あの、町の芝刈りの、えー、確かボランティアグループなんですけれども、そこにこう、入っていきます。で、えー、これは直近で,ですね、自分でそのボランティアグループを最近、あの、運営メンバーとしてなっていたと。 こういうふうな形で、こう、必ずしも一対一ではないんですけれども、相関関係の中で見えてきているということです。で、こういった川さんをはじめ、いろんな人とのコミュニティの活動が集積されて、街のコミュニティの価値となっております。で、これは今、ムーブメントとして起きてきていることだと思います。 町のコミュニティを評価するっていうことを、まあ、行政もあのこう取り導入し始めて、えー、これを使って事業 KPI として活用してその町のコミュニティがちゃんとどれぐらい評価されている活性化していっているのかっていうのをこれで見ておりますで、まあ、この活動の中で見えてきたこと3つありますデジタルっていうのはリアルなコミュニティを作る導入線であるということ でそしてリアルとデジタルを組み合わせることでコミュニティというのがどん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 活性化するスピードが加速していくでそしてそれをしっかり数値化見える化することでこれをコミュニティ自体が科学することができるということですねでこれが将来の、えー、少し視点を変えて将来の、えー、街の価値観というのは今大きな転換期にあると考えています 今までは街、えー、っていうのは建物でどれだけ新しい建物かとか立地がいいとか、えー、そういったもので測られてきた指標が、えー、ありますとでも今後は人口が減っていくので、えー、今まで以上にも建物は必要がなくなってくるとであの e コマースだとデリバリーも進化しているんで家にいてもサービスが受けられるもっと言えば家からも働けるこんな環境があの,この ここの次の次10年が起こっていきますそうなっていくとソフトハードからソフトに街の価値が変換していくとこういうふうな考えを持っておりますでこれからコミュニティっていうのが本当に大事になって街の最も大事な資産になってくると考えていてそれを実現させていくためにもそれをちゃんと評価するフレームワークを作る。 そうするとそのコミュニティを大事にしたり発展したいそういったプロジェクトがどんどん増えてくるでそれがちゃんと見えてくることによって継続することができ改善することができそして結果発展していくこんな社会を私は目指しております最後になりますけれども Houses make a town, but citizens make a cityHouses make a town, but citizens make a city